p c r とは違いますね、個人検査の場合、c r 検査を個人負担で受けていただくっていうのが確実だそうです。今日は 2, 2万円から3万円です。2万円から3万円。これはやったかんの演出のためだけで、自己判断で感染の有無を調べる目的で、使用しないように注意が必要。こんにちは、山口岩尾です。 僕は今あの山形県に居住しているミュージシャンなんですけども山形県も最近こうあの感染者が増えてきまして、まあ、正確にはあくまで陽性者であって何も症状が出てないんでそのウイルスが細胞膜を破って中に入っているわけではなく粘膜とかに付着しているものを、まあ、PCR 検査っていうので引っ掛けるので正式には感染者ではないということをいろんな先生言っておられますがまあ 感染者ということで通ってしまっているので感染者という表現をしますけれども山形県も増えておりましていろいろとこうピリピリしている感じがあるんですがこの間イベントの出演者としてお邪魔したところで前日の夜に PCR 検査を受けてくれという連絡がありましたでいろいろと思うことがあったので特に我々ミュージシャンいろんなとこにイベントなんかで出演する人間にとっては とても大事なことでと思いましたので、ちょっと喋らせていただきたいと思います。まずあのすて個人名、地名などは避けますが、まあでも分かる人はもう分かりますが、えー、今月8月、今2021年の8月ですけども、今僕が住んでいるのは山形県の天童市というところです。県内のある市町村で、まあ、夏祭りのようなイベントがあったんですね。小さなイベントですけども。 でそこでただその自治体がやってるわけではなくあくまで有志の方々が主催されているイベントというふうにあの僕は認識してるんですけども夏祭り形式で、えー、イベントをやるとオンラインの形式でまあ盆踊りのようにそこでやるんだけど基本的にはそこにあのお客さんっていうかねあのみんな来てとは言わずに、まあ、村の限られた方々で、えー、配信するという、まあ、ある歌手の方がいらして。 で僕はその方が県内で歌う時には時々こうギターを僕が担当するわけですギターと歌という形でで僕はあくまでサポートメンバーっていうポジションでそこに行きました10日ほど前のことですけどねでその夏祭りのイベントの前日に近くの別の会場でライブを2人で行ったんですけどもそのグループを作ってたんですね僕はそこの主催者の方々とみんなで。 でそこのグループに明日のコンサートの時に PCR 検査のキットをお持ちしますので PCR 検査を受けていただけませんか出演者の方はっていう連絡があったんですねでちょっと待てよと、えー、思ったわけですでこれは PCR 検査と市販のさっきも調べたんですけど15分ぐらいで結果が出るものというふうに確か聞いたのでこれは 抗原検査キットっていううものだと思うんですよウイルスそのものを検査するんじゃなくて唾液とか鼻の粘膜とかでこういうやつですねこうなんか抗原検査キットこれだと思うんですけどもその段階で僕はそこにはあんまり目がいってなくてですね一つ思ったのは例えばね今オリンピックがあってオリンピックの選手はみんな PCR 検査を済ませてで毎日 PCR 検査をしてというそういうねニュースが毎日あって。 その流れで、じゃあ、オラホの祭りでも出演者にはそうしてもらおうっていうふうに考えられたと思うんですけど、まず一点、あの、我々は参加者ではないわけですね。出演依頼を受けて、まあ、仕事として、まあ、頼まれていくわけです。自腹でとか、参加費払ってとか、エントリーしてっていうものではありません。なので、オリンピックは基本的には自腹ということになってますよね。自腹で参加して、 例えばもう金メダル候補であろうが超一流アーティストであろうがその人が何らかの理由でまあコロナにかかわらずなんか事件を起こしたとか事故があったとか急病とか怪我とか来れなくてもオリンピック自体は成立するわけです。違う人がね順位が上がるだけでもうよまあ喜ぶ人もいるか,かもしれないっていう風なねレベルですけども。で我々はですねまあ小さなお祭りではありますが。 あの、事前に告知が入って、名前が出て出演者という。で、頼まれて、依頼を受けて行ってるわけです。で、僕はその、歌手の方から頼まれて、まあ、ギターを弾くという仕事で行ってるわけですよね。で、そのシンガーは、楽器を弾く人ではないので、僕が仮にだけど、その場で PCR 検査、まあ、正確には抗原、抗原でいいんだよね、抗原検査。 ですよね抗体検査じゃないよね抗原検査キットだと思いますけれどもそれでもし陽性ってことになったら明日のイベントの前日の夜ですからその場でアウトなわけじゃないですかじゃあ山口さん陽性ねっつって分かりましたじゃあ明日すいませんけどお引き取りくださいってなったら、まあ、僕はギタリストとして言ってるわけでそのメインの歌手の方が困りますよね伴走者がいなくなっちゃうわけだから。 でその方はあの東京在住なので、まあ、PCR 検査を受けてきてるということだったんですけどもまあそれもね実際の有効期限とかいろいろあるので、まあ、どこまでストライクなのかちょっと分かりませんけれどもで僕はその主催者の方に聞いたんですよ。もし仮に僕がそこで陽性ってなって出れないってなった場合にお引き取りくださいで僕は帰るしかないのかなということは明日の出演者いろんなイベントで。 何組もアーティストが出るわけじゃないのでいわゆるパフォーマンスとか演奏は僕らだけですそれ告知して何時からって言ってあってそれ出れなくなるんだけどそういうことみたいなこのことを言ったら何にもそこのことを考えてなかったんですよ先方がねもう一つもう一つねこれ前の日に急に言われても僕らはあの自営業者なのでフリーランスですよねまあ、形としてはミュージシャンというのは で例えばどっかの会社で、まあ、PCR 検査をうちはやりますと社長が言ったみんなやりますよっつって社員にね、まあまあ、100人いたとして、まあ、会社ですからね当然、まあ、PCR 検査で陽性になって法律上は今10日間なんですかね隔離は10日間とか2週間こう隔離されたとしたらその分給料天引きはしないですよね会社であればで社長の一存でというかうちは会社としてこう検査するので、まあ、もちろん万が一 陽性になった場合はまあ休んでくださいということになると思うんですけど我々フリーランスというのは一つの仕事だけで食べてるわけじゃないですからたくさんのいろんな仕事があって僕だったらいろんなライブとかラジオ出演レギュラーのラジオもありますまあいろんなことがありますそういう中で依頼を受けたらまある意味まあ最初日程の問題もあるし例えばこの間なんかあの雨の可能性もあるところで野外でね 雨降ったらどうするんだっていう状況だったけど、うん、まあそういうとこだとちょっと楽器が心配なんで屋根もなかったらすいませんが出れませんとかね例えばいろんなことがあるわけですよあの例えば女の子のタレントだったらいきなりねなんか水着になってくださいみたいに言われたらいやそれでできませんとか言ってこう諸条件を考えて断るわけじゃないですかあまあお受けしたりお断りしたりで例えば PCR 検査っていうことで陽性っ時になった場合 他の仕事も全部キャンセルしなきゃいけなくなりますよね僕らは。で例えば僕がやっているラジオ番組のレギュラーはどうなるのか法律上絶対10日間は陽性になったら隔離されなきゃいけないわけですよ。だからその間の仕事を飛ばさなきゃいけない。だとそれをやったことで得られる例えば収入を考えてこの例えば夏祭り1本って考えた時に全体で考えた時にこれ1本を優先するために他全部飛ばすわけにはいかない。そこにには一緒にある ミュージシャンがいたりいろんな関係者も濃厚接触者とかになるからそんな調整とてもできないからそれ例えば2か月前、まあ、1か月前でもちょっと短いですけど3か月前とか仕事のオファーの段階で仕事の条件として言われたんであればそうやって判断できるけどもう前日でもうその現地入りしてる状況で突然言われてももし陽性になった場合っていうどうするんですかっていうその流れが全然あの答えていただけなかったわけですけどもそういういろいろ問題が、まあ、発生するわけですよね。 でえー、ここで、あのー、PCR 検査、PCR 検査って今、あの今日全部話せるか分からないんですけど別の自治体ものでもやっぱり出演者に PCR 検査って一つ相談を受けているんですけども市販の検査、ここはあの f n のプライムオンラインというのを今見てますけど非常に危険、ネットや小売店に出回る新型コロナ抗原検査キット国が承認したものは市販されないということで国が承認されたものは一般に市販されてないということなんですね。 うん、で抗原検査と PCR 検査の違いまあいろいろ書いてあるんですよ。で、えー、この辺よくわからないので、えー、ちょっとこれから山形の保健所に電話して聞いてみたいと思いますその抗原検査と PCR 検査の違いそして例えばそこで抗原検査になりそこでなんかピンク色に変わって「あああのあなた陽性ね」ってもしそこで言われたらまあ、それが。 誰が、えー、検査の主体なのか、えー、そこの自治体、市町村、県なの、国なのか、県なのか、市町村なのか、保健所なりの指示ならいいけど、一アマチュアの主催者がその権限でそういうのできるのかどうか、そして仮にそこで陽性ってなって、そこに誰かいて、 SNS でああの山口を追ってなんか山形でいろいろやってるけどあいつ陽性らしいぞとかツイートされて拡散された場合どうなるのみたいなそういういろんな問題がありますじゃあちょっと保健所の方に電話で、えー、ああさっきちょっと電話して別撮りしてあるので、えー、ご覧ください ちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、あのコロナに関することなんですけど、はい。あ、PCR 検査なんですが、はい。ある自治体のあのイベントの出演においてですね、はい。あの PCR 検査を求められたんですけど、はい。で聞いたらなんか市販のキット使ってやるってことなんですが、あ、市販のキットでもいいって言われてるんですか？いいというかちょっとまだそこは,はっきりしないんですけど、はい。いわゆるなんか市販のキット とでいいとかまあ P シャル検査を受けてきてくれっていうことと、はい、あと別の話ではあのそっちの主催者がなんか通販かなんかで買ったのがあって、はい、それでその場でやるのでっていうことを言われたんですけども、はい、そういうのってあれですかねちゃんとした正式な検査になるんでしょうかね？保健所としてはどうなんでしょう？通販で買ったものっていうのが何なのかあの抗原キットとかでしたがはい。 まあ、あの確定診断にはならないのかなと思うんですが、ちょっとその,その市販のものがどういったお名前のものなのか、ちょっとわからないので、なんか15分ぐらいで結果出るものだと言ってましたけどああ、ちょっとなんともこちらの方ではお答えしづらいんですが、ものの、のどういうものなのかがわからないと。あでは、あれですか、あの保健所さんとしては。 はい、あの保健所で受けたものとか、なんか医師の元での診断以外は認めないというか、そういうルールもないんですか、市販のものでも、はい、あの OK というか、正式な判定になってしまうんですかね。抗原キットっていうあの抗原検査をするものですと、はい、それでプラスになった,なった場合は、きちんと PCR 検査を受けるような形になるので、じゃあ、抗原 PCR 検査自体はあのきちんとした検査だと思うんですが。はい えと山形市の方で PCR 検査センターというのが設置されておりまして、はいはい、そちらで受けていただくのが今は一番よろしいのかなと思うのですがあそこは無症状でも受けられるんですか無症状の人しか受けれないんです逆にああそういうのがあるんですね、はい、症状のある方とか濃厚接触者の方とかは受けれないので、はい、山形市のホームページから入っていただいて、はい、そこからあの 山形市以外の方でも検査できますので。そしたら、何かの証明書のようなものは出していただけるんでしょうか。はい。二、はい、<ー>日後に検査結果をご本人様にメールで。通知されるということです。わ、はい、かります。そしたら、あの、いわゆる十五分で抗,抗原検査でしたっけ。 抗原検査はちょっとどうなんですかそれでもいいというのでしたら、その自治体の方でいいでしたら、<ー>それでも大丈夫かと思いますが。でも正式な PCR 検査の結果ということではないわけですよね。それね。はいはい。はい、ええー、それは PCR とは違いますね。抗原検査の場合は。正,正式なものではないんですね。はい。あ分かりました。自治体の方でそれでもいいというんであれば、それで構わないのかなと思いますし、はい、どの程度まであの。 求められてているのかによって違うあと一つだけ私も自衛で仕事しているものですから、はい、万が一それで一つのイベントで、えー、陽性とかになると、はい、いろんな他のことをキャンセルしなきゃいけなくなるんですけど、はい、あのいろいろ今調べたらあのいろいろ、ねま、100%ではないっていうふうに出てくるんですけども、はい、PCR 検査で、まあ、間違ってというか確率っていうかどの程度精度っていうのは 保健所さんとしてはどの程度というふうにお答えいらっしゃるんでしょうか。聞かれた場合に。P C R 検査の精度ですか。いわゆる間違いがある可能性というか。いはい。もしもしお待たせしてすみません。はい。えっとですね、先ほどお伝えした P C R 検査センターっていう、えー、その木下グループで共同で運営している検査なんですけれども。はい。 えとそちらの場合も、はい、PCR 検査確定ですっていう連絡は来ないそうで、はい、限りなく怪しいですよっていう通知が来るらしいんですよ。はい、はい、なので、この PCR 検査センターで受けた場合,に受けた場合でも、はい、えと限りなく怪しいですっていう、あの100%でないけど、限りなく怪しいですって言われた場合は、はい、さらにまたきちんとした PCR 検査を医療機関で受けなくてはいけないらしく。はい はい。あじゃあちゃんとするには確実さをあの自治体の方で確実なものを求められるんでしたらはい。あの無症状の方を見てくださる医療機関で PCR 検査を個人負担で受けていただくっていうのが確実だそうです。あ、なるほど。あ、わ、はい、かりました。ありがとうございます。どの医療機関をご紹介いたしますか？あ、ではちょっと念のため教えていただけると、はい。はい。ベニバナクリニックと。はい。 白西院はい。あと村田内科院です。その三箇所。ああ、あわかりました。あの費用というのは概算というか<え>だいたい分かり二万円から三万円です。二万円から三万円。はい。あわかります。それであれば。確,確実、そこだった。でしたら確実にその PCR 検査の結果がお伝えできるということでさ。でもあれですよね。もう一ヶ月、二ヶ月、三ヶ月経ってからそれ持ってっても古いんですよね。そう古くなるんですよねデータはね。そうです。 それは何日以内っていうなんか正式なものは何日以内という決まりはあるんでしょうか?。それは正式なものはないですけれども。ない、ね、もう陽性になった時点でも、構造がもう制限されますので。はあ、はあ、なるほど。はい。<あ>10日間は。10日間。あ、制限さ。はい、あじゃあ、あの<え>医療機関に行った場合は。あ、こういうふうにしてくださいっていうなんかこう、あれが出るわけですかその場で。陽性になった時ですか?。ええ。陽性になった方は、まあ、保健所に。 連絡が来ますので、今<ー>回からもうはい行動宣言に入りますので、あわかりました。それ10日間ぐらいでしたっけ？はいとまああの症状によるんですけれども、えー、あのやっぱり重症の方とそうでない方いらっしゃるので、はい何にも症状がない方で10日です最低。最低10日。はい、ああわかりました。ありがとうございます。はいどうもはいありがとうございます。と、はい、いうことでした。今のお話だと。 結局あの、無症状の人しか受けれない、こう、検査機関があって、そこはあの、別の、なんか会社に委託してるみたいですね。でもそこはやっぱり、調査を委託されてる会社ですから、あなた陽性っては言い切れないんだね。限りなく怪しいという結果がもらって、それをもって医療機関に行って正式にお墨付き、そうすると医療機関から県に、陽性者出ましたっていうのを連絡がいっても、法的に10日間、10日間とおっしゃってましたね。 ということは、一主催者が交代キット3500円ぐらいの買ってきて、その場でなんか花グリグリってやって15分待って、あいや、なんか出たとしても、なんらそこには、何ですかね、あのー、強制力も、なんかちゃんとしたものは何もないっていうことですよね。だきっと要するにやった感を出すためだけで。おそらく今見ると、これ宮崎県ですけど、 えー、コロナ、抗原スピード検査って自動販売機、1, 1キット1500円、2キット3000円とかね、えー、そういうのがこう出てるんだけど、す、え、べ、ー、て未承認であると、で内閣府の井上伸二特命担当大臣の方は、この抗原検査キットに関して、検査制度も保障されていない、自己判断で感染の有無を調べる目的で使用しない,使用しないよう注意が必要。 って内閣府の大臣が言ってるんですよ僕が提案されたのは医師素人がこういった市販のキットで自己判断で感染の有無を調べる目的で使用しないよう注意が必要まあするなということですよね。性能が担保されてない市販の抗原検査キット医師も信,信用性がないと警告する。久留米大学溝口教授医療以外の目的で入ってきてるんだろう雑貨という意味合いで医療的に考えることは えー、使うことは危険ということなんですよね。で、きっとね、いろんなところで PCR 検査、PCR 検査ってやってもらうとか言ってるのは、この抗原検査と混同しているんですね。だから正式に PCR 検査で何らかの白黒をはっきりさせるためには、先ほどの保健所の方のお話だと、まあ無症状であれば無症状者の検査、無症状者の検査機関に行き、そこで限りなく黒という判定をもらった人は、正式に医療機関に行ってそこで、 まあお墨付きじゃないですけどもらってそれが県に連絡,を行く連絡がいくというそういう流れなわけですよ。でなければほとんどこれはやった感の演出のためだけでだからもしかしたら絶対陽性出ないのかもしれない。だけどそのやった感のためにそんな小芝居打つのも嫌だしっていうことでましてや僕一番怖かったのはやっぱりねいろいろ聞くわけです田舎だから。ねあの身近に感染者が出てしまったために。 お子さんが不登校になったとかあと山形県では有名な最初の頃ねあの感染者出してしまった方がもうだいぶあの離れたところからね引っ越されてでまたなんかいろんな噂レベルでちょっと聞きたくないようなこと耳に入ってくるわけです。で今 SNS がありますからちょっとこんな怪しい情報でもあ陽性者が出たとなればねあのそれが拡散する可能性は十分にありますし。 そういう責任を誰が取るんだってこともありますが本当になんかノリで言ってるだけっていうかねで僕はそんなあのこんなね全然芸能人じゃないですけど一応地元ではいろんな露出マスコミ出てるし番組持ってるっていう意味ではねやっぱり多少なりとも目立つところで仕事をしているのでやっぱりちょっとしたことでなんか情報が拡散するってことも十分あるしでそのこれからもう一つ 問いいい合わせととううか、ね、PCR 検査っていうところはで出演者県外からのっていうことですけど、ね、今のところ PCR 検査って言ってるんだけど最後にアンコールで全員です狭いステージで <laughs> 全員でなんかやってくれ歌ってくれみたいで言われてるわけですよ。それって感染対策っていうんであればアンコールで全員こんな密で口開けて大声で歌うなんてそれはね。で PCR 検査陰性だったから政府だったからいいでしょうっていうストーリーを作りたいのかもしれないけどその PCR 検査だってあの鮮度があるからねどこまで正確かということは、えー、やっぱり秋は言えないわけだし本当に感染対策と考えることを考えるんであればそこに来場される方とか全てのスタッフにタイミングを合わせてやらなきゃな意味がないですよね。でたまたまですけど今回まとめますけれども 二つ続けて山形県内のその主催者側からの、急ですよね、その仕事の発注があった段階では何にもそういう話が出てないのに、もうこの,このコロナの状況になってもう一年半も経ってるわけですからね、それ以上か。言うなら最初からできたはずだけど、今多分なんかムードがそうなってきて、 あの市販のキットが出てきたりうちにも事務所宛てのアドレスには PCR 検査のキットってガンガン来ますでもきっと PCR 検査じゃなくて抗原検査なんだと思いますけどそういった用語の混同もまた混乱を招いてますけどねでオリンピックがあったからまた選手が PCR 検査っていうそれノリで言ってるんだと思いますけどここでやっぱりこれから自治体の方とか何かイベントなんか企画,企画される方にはあの我々は参加者ではないんです。 依頼されててて仕事として行ってる立場だから、これは一般参加者とオリンピックの参加選手とも違うんです。だから、どうせ小芝居を打つんであれば、どうせそのアウトの場合を何も考えてないんだもん、聞くと。であれば、本来これが工業主であれば、その工業が、イベントが成立するために必要なことというか、成立することを最優先すると思うんだけど、現状一人でもそこで、 検査ででアウトになったら全部崩れるわけですそ例えばバンドメンバー1人ダメだったらそのアンサンブル自体が成立しないケースの方が多いと思います。であればそこまで言うんであれば出演者をあれですよね1軍2軍この人ダメな時はこれでそのバンドがバンドであればここの例えばドラムがダメな時はこのドラムでリハーサルも日ってダブルで組んどいて全部保険をかけて A プラン B プラン作っとかなきゃいけないじゃないですか本気でやるんだったら。 でも結局その PCR 検査どうこうという時にあのそこで受けるリスクは全部こっちに丸投げして責任は負えないという形を取りながら本当にそこで感染を予防したいというよりはあそこのなんかこう矛盾というかっていうのを非常に感じましてまあこういう動画をちょっと話をまとめてみました。 まあなかなか僕もこの手の話は基本的にミュージシャンですから慣れないもんですからうまく伝えられたかどうかと思うんですけどまあ賛否両論,両両論あるのはよくわかってますし あとよくこういう意見を言うときはみんなあの個人的な意見ですけどって言うけど、大体、大抵の人は一人で YouTube とかね、Twitter とかで喋ってんだから、それ個人的な意見であることはもう十分分かってます,分かってますよね。別に、あの、あんたが何かの団体とか代表して喋ってるんじゃないのかな、分かってるよってことなんですけど、まあ、だからいえ、 いつも個人的な意見って言うとそれ,そ,れそれは分かってますって言いながらやっぱりちょっとなんか言い訳でちょっとこうワンクッション置きたい時に人は言うんだね個人的な意見ですけどってそれはみんな個人的な意見だろうって意見っていうのは大体個人的なもんじゃないのっていう、えー、思いますけどね全く私の意見ではありますが、あのー、今ただでさえアーティストミュージシャンいろんなパフォーマー大変な時に直前に言われてもさっきの,あのカンニング竹山さんのお話じゃないですけどねコメントじゃないですけどいろんな人が関わっててだから本当 微妙なバランスでですす一発勝負を繰り返してるんですよね我々だから一つかければものすごい迷惑がかかると。ということでまたちょっと同じような話がいくつかもう実はもうありまして、えー、非常に僕もうん、日々悩ましいところであるんですけどもしかしたらまたこんな形でお話しさせていただくかもしれません。えー、すみませんなんかこんな話に付き合っていただいて、えー、ミュージシャンの山口洋でした。ありがとうございました。